はい、では、第20パート20パートこれ、テイト君逃げられますこれ、積みすんじゃないですか。でもすごい、あのやっぱ無敵の戦艦なんで、旋回力があるんで、そうだね、が、うん、敵の船と逆方向に進んじゃえばいいですもんね、うん、危ない危ない。とにかく、おお危ねえ、みんなうまいこと、よいやめてくれ、いい、やべえ、14しかねえ。いや相手ガレアスなのになんか移動力高すぎませんか。どうなんだろうね、まあ、高すぎるような気がする。なんかもっとのっさり回旋回力という、これで水平線、水平線が下で、あ、やったやったやった、逃げられた。まだまだわかんねえよ。俺は位置であそこに着くまで、あの、あと2マス。ああ、危ねえ。とりあえず0人は動かないんだよね。そうっすかね。じゃあ5人ずつ分ける。そうだね。いや、これはもうあれですね、なんというか高くつきましたね。いやでも良かったですよ、ここまでね育て上げた仲間がね、ああ、一人も死なずにな、死んで済んで良かったですよ。ああ本当に良かった、提督の剛腕でなんとか逃げ切りましたね。ね、俺だいぶ死ぬと思いましたよ。これあれか、もうスイフ雇うしかないか。雇うしかないですね。とりあえずサゴを売っちゃいます。ああそうだね、大した金になんねえのかな、サゴは。キャラックとか出なかったでしたっけ。あ、サゴが荷物運びの船になってんのかな、これは。いや、うん、あいつだって逃げてんのに、うん、4回ぐらい追い回してきましたよね。ね、いい大砲積んでるね。これ弱そうですけど、いいんですか。これあれでね、キャノン砲じゃね。キャノン砲なんかもっとカノン砲だっけ、あ、うん、金色じゃなかった。それなんか強い。あ、もっと強いやつか。これが弱いね。これ弱そうだね。15万。1万5000ですよ、デートで。あまりのあれで幻覚を見てます。これはもうちょっと高く売れそうですよね。3万だ。そんなでもないんだね。でも4席売ったら12万。間違えた、あ、12万か。これ改造しちゃう？もう改造しますか。あ、これがあれか、強い大砲だね。あ、そうです。あ、多分これだと思います、うん。あ、しかもこいつマックスのマックス大砲積んでますね。うん、もうこれでいいか、これ。人が180人しか乗らないのか。いや、あ、そうですね。180人が限界みたいですね。200人ぐらい乗せるようにしとく？いや、できないですよ。100は、あ、できんのか。いや、そんないらないでしょ。150ぐらいでいいんじゃない。いや、わかんない。俺、あの、あんまりその艦隊戦したことないんですよ。ああ。
その囲んで打つとか。ああ、じゃあ150ぐらいにしとくか。ちょっと燃費重視で簡単だから。ああ。そうですね、燃費のことはありますから。ああ、待つか。今下取りのやつ改造しなきゃいけないんだよ。ああ、選手像どうする？選手像はその新型艦の戦闘だけでいいんじゃないですか、うん、っていうか多分それ作ったらもうカツカツですね。ああ、そしたらこれも別に設置裁量まで改造しないで150人だけ乗せていく。ああ、まあそれでもいいですけど、うん、あ、そうしましょうか。今動くギリギリにしてさ、とりあえずじゃあ今もう全部酒場行って、うん、水夫 満タンにやっていきましょう、うん、満タンというか動くだけ。今甲板要員しかいないからさ。ああ、違う、運行要員しか。しかもそれも足りてないですもんね。ああ、ガレオンってどんぐらいで動くんですかね。50人ぐらいですか、ね、雇ってください。おごった後に。あれ少ね。あれ、ここどこだっけ。あの海賊の港。ああ、海賊の町か。20で。ほいっと。足りない。ていうかもう一泊しないとダメだな。うん。とにかくまあ普通に動けないとね。そうだね、あいつらにまた追い回されてやってらんないよね、ちょっとね。いやー、提督死にませんね。あれちょっと積んだ感あったよね。ありましたよね。動かないし、うん、連続で襲ってくるし、ね、やっぱ提督やっぱ考え改めた方がいいんじゃないですか。え、何の？手漕ぎ戦こそ思考であると。あれじゃなかったら追いつかれて死んでるよね、多分。いや、危なかったですよ、本当に。これは30で動くのかな。あれ、これ10人になっちゃうってこと。あ、そうです。あ、ダメだ、ちょっと40にしてみてください。とりあえずなんで動くかが分かんないと。あ、40でもダメだ、やっぱ50とか60なんだ。でも11乗ったら出るってこと。あ、そういうことか。30でいいんじゃないの。ですかね。もう帰るだけでしょ、うん、だもうちょっとね、景気のいい港行きたいですよね。そうだ、この水夫がここで全然集まんないんで。あれ、これもしかして1号、2号、3号で速さ違うじゃないですか、同じ人数なのに。あれやっぱこれテクの違いですかね。おお、なるほどね。だって今ラウル20人なのに10出てますよ。ほんとだ、まあ、この時計マークが速さだとしたら、2号に乗ってるやつがちょっとダメですね。じゃあちょっと2号と4号の人だけ見てみようか。2号がアロンソ。大気ですよ、提督の言う。あ、で、でアフメットとラウルが10でした。ラウルなんて人で少ないんだからね。10人少ないです。アロンソとラウルね。
これで見れるんですか。こいつは動かすのが86。86もあるのね。統率も81ありました。おお、100だよ。やっぱ100、あ、しかも100で、しかもあの測量もついてるから、うん、これで相当速くなるみたいですね。100、100。いやこれ無敵副艦長でしょ、うん、ラウル・フィッチ。でこいつ3番艦、2番艦はこいつに任せた、任せましょうか。2番隊隊長ラウル・フィッチやばいっすね。カミーロさんはまあ別にいい。カミーロは9だったね、うん、でもいい方なんじゃないですか。パンコーサーがここに眠っちゃってるじゃん、こんなに強いのに。ほんとだ、死なれたらやだ。アロンソと交代なんだよね、パンコーサーがね、多分。いやでも本当にな無事よくね逃げ切りましたよ ね、 あれさ、だってあの逃げろの合図もしてないのにチリジリになってたよね。あ、そうだね。みんなあれなのかな提督は逃げると思ってたから。びっくりしました。あれ操れないですね、味方の船、ね、俺も知らなかった。つうかまあめんどくさくなくていいよね。あ、まあ確かにあれ全部動かすの結構大変そうですもんね。それか別にあのまた俺たちが知らないだけで操れるあれなのかもしれないですけど。いや、こんないっぱいいらないか。でもよくよくはこれを全部積んでいかなきゃいけないですもんね。あ、でもあれか、あ、いらないんだよ、もういっぱい積んであるから、うん、水だけ500積んどけんじゃん。39、人少ねえんだ。そういえばこれであの野郎、ほんとバーグでぶっちめてやりましょうか戻ってきてああここの街でずっと張り続けて、あいつが出てくるまで待って叩きのめしてやりたいですよ。これどこの港なんだ、これイタリア。イタリアです。ナポリだ。これなんかオスマントルコにやられてんのかな。提督の新婚旅行先、もうちょい、あ、裏側か。ポルトガルだ。乗っ取られたままだ。まあでもここのが栄えてますから、うん、もうちょっとスイフが。いやー危なかったね。いや、死なない記録を達成しましたね、うん、おー、30人でいいんだっけ。これ30人で大丈夫っす。これ50人。いや、まだ分かんないんだよ。50ずつ、50で、あ、50が最低人数。じゃあ150人積んでも戦えるのは100人だけなんだ。そういうことになる。まだ結構余ってますね。でもこれだってもうマック号使わなくなるんでしょ。これこのマック号、あれ250人積んだだけであいつら全員倒せそうじゃなかった。ああ倒せそうだった、満タンにいったやな、うん、あでも320対250だからもしかしたらちょっと断られちゃうかもしれない。まあ、でもあの320積んでるやつに一騎打ちはさ、しない方が良さそうじゃなかった。いやでもなんかさえ渡れば、だからなんかさ、うん、やっぱ弱いよねあの俺清流兵器そう弱いんじゃないですかやっぱり。ああ、まあでも強打作戦でどうにかなったけど、その提督のさ、あの割り切ったさ、もう受ける強打、受ける強打の作戦でね、なんとかなりましたけど、もっとなんかスイーってさ、もう一発でこう気持ちよくさ、うん、行くじゃない。
いい時は、ね、ピエトロがちょっと剣技が弱すぎるんですかね、やっぱりちょっとこの艦隊もさ、この遅さやだよね。いやでももうしょうがないですよ、これでジパングまで、ジパングまで提督が望んだ艦隊それがこのスピード。だってジェノバに置いとく船、バーグより遅いですよ多分。ああバーグこれより遅いですよ60とかじゃなかった、だって、うん、11ノットとかしか出てないんだよね、遅いやつに乗らせると。ああ提督呼んでるから行くよ。また欲しがり何でしたっけトントンイタリアの総督府は、総督のやつはトンである。ああそれ、あこれあれですか、なんかその4万貯まったイベントに関連してるんですか、それとも全く関係ないのかな。これさ、ああ報告しないでさ装備してた方がよくね、これ邪神の。ああ多分あのアイテム日記帳に書かれるだけで、ああアイテムにならないんじゃないですか。いや絶対にそんなことはね。大丈夫ですか。ああ、あの呪われたりしませんか。ああもう提督の右腕がもう呪われたりしませんか。腐ったり。もうきっとそうだよ。きっとそうですかね。ああよし、じゃあ次は邪神を探していこう。邪神の剣。ああこれ、うん、艦隊はちょっとひとまずここに置いて、ここに預けます、うん、預けさせてもらっていいかな。あまりの遅さにちょっと、うん、もう艦隊とかいいんじゃない、うん、まあでもな、頑張りましたからね、やろうとしましたからね。そうね、やろうとする気持ちが大事だよ、うん、じゃあ後でこれは艦隊ここに預けていきますんで、はい、で次の動画こ今回ちょっと短い、あちょっと短い、相当短いですね。あでも他にあるか、まあ、邪神船を預けて邪神の剣を探す邪神の剣を探す旅ってことになりますよ、うん、どうせまたあれでしょ、あのパルマに行ってさ、うん、あの人、あそうか、地図持ってないと教えてくれないのか。そうだね、多分ギルドとかで教わるんだよ、ギルドって酒場だったり。相当邪神の剣だからね、うん、ネクロマンサーですよ邪聖剣ネクロマンサーですよ多分。だってこれちょっとさ人をまた50人乗せてるからさ、うん、そういうところからやりださなきゃいけないんでしょ。そうですね。ああで今何分なの今日これ。今18分です。ああじゃあいいんじゃないの。いいっすかね、うん、さっきのあのこの前のターンが結構そうだね長かったんで、でも、うん、あれみパッと見、うん、あの18分とかで終わってると、うん、あれもうこれでクリアしたのかなみたいな。クリアしてません、まだしてまだしてないですって。じゃああれしときますか、ここにまず船預けて、うん、あのあじゃああとあれもやっときますか、うん、あのほら提督あのもう一個、うん、北欧で投資してたじゃないですか、うん、あそこをちょっと頑張ってあそこまで行って船をあの本当に出てくるか、あ心臓管できるか、うん、じゃあもうっていうところまでやっちゃうと。だからここにあ人はもう置いてっちゃう、人も荷物もう。じゃあ次回じゃあもうそっから始める感じにしましょうか。ここに今日はここに終わりにして、うん、次回はだからその提督が言ってた北欧のああ船がまだ見ぬ心臓艦うん新しい種類の船が、うん、この遅すぎるガレオン艦隊をどうするかと、うん、まああとはねネクロマンサーをね探すかどうかね。ね、俺多分この今の自分のこの船で艦隊組めば最強だと思うね。早いもんね、うん
あなた提督が美しくないとか言うからですね。ああそうだよ、ハンセンが。ああ、うん、手こぎは美しくないっていう、その本当だよな、うん、で手こあのあやっぱこれ見た感じやっぱバーグと同じぐらいの速さみたいですね、うん、ね、本当だね。でちょっとね提督にはその、うん、どうするかちょっと考えていただいて、ああまたこれ次回、次回、うん、お楽しみということで、そうね、ではよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。